浜名大橋は浜名湖の今切り口に架か,かる PC 橋。国道1号浜名バイパスの馬群 IC、新居弁天インターチェンジ間にある。浜名大橋は浜名バイパスの一部に属しているため、浜名バイパスが日本道路公団の管理する有料道路時代においては、浜名大橋の通行には必然的に通行料金が発生した。 2005年3月30日に浜名バイパスが無料開放されたことに伴い、以降は無料で通行することができる。構造形式は PC5 景観連続、夕日寺ラーメン箱下田橋である。橋梁全長631.8メートル、有効福音9.0メートルである。最高地点は海抜31メートル。中央島町は240メートルに及び、 桁橋としては建設当時には世界最大主観であり2004年の江島大橋、海通まで日本最大の島町を誇った。浜名湖及び遠州灘の海岸戦争にあるため工事及び耐震の関係上大きな構造になっている。弁天島からの眺望は非常に雄大でライトアップをしようという意見もあったが近隣で行われているシラス漁の関係、また 赤海亀の上陸、産卵を妨げるという理由で不可能になっている。平成の大改修から、浜名大橋橋梁補強について、国土交通省中部地方整備局浜松河川、国道事務所、2014年2月19日閲覧。平成の大改修から、浜名大橋橋橋梁補強について、国土交通省中部地方整備局浜松河川、国道事務所、 2014年2月19日閲覧。平成の大改修から、浜名大橋橋梁補強について、国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所。2014年2月19日閲覧。ありがとうございます。